이거를 계셨어요. これやってるだけで超幸せですよ俺。ずっとやってたいくらい。僕実はメンバーの中に水田寺さんのドラマを見て育った人がいっぱいいてですね。ちょっと待って、相当前ですよ。そこ僕らもそこそこ年取ってるんですけども。昭和45年ですよ。昭和45年、小学校5年です。まだ生まれてない方もいらっしゃるって感じですけど、若い方もいらっしゃる。ないメンバーもいるかもしれないけどね。でももうこの曲もぜひ僕やってほしいなと思って、もう何の曲やるか分かる人いるでしょ。こんな感じ、イエーイイエーイイエーイ。ドラマでしたよね。ありがとうございます。本当にですね、恋人か一緒の恋さでございます。そうでした。もしかしたら私嫁になるんじゃないかと思ったんです。朝倉優子さんが持ってきました。ガッカッとしました。でも本当に皆さんに見ていただきました。本当にありがとうございます。今日はその当時もご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、それじゃあ皆さんありがとういきます。 具合悪くないですか。はい、あ、具合悪くないよ。いや、ちょっと太ってらっしゃるから大丈夫かな。すいません、別にここにいるから太ってるんじゃなくて、もともとデブなんですけども。嬉しい水前寺さんになんかディスられるの最高に嬉しいですね。イエーイ。その若いんですよね。はい、あの先生って言わないなんて俺でも還暦です。もう今日私もだ。いや、すいません。そうすると還暦ですか。還暦、あんまでもあんまり変わらない。66、66、66。
시험 또 ちょっと僕ら流にとことんついてきます。ありがとうございます。出だしはちょっと僕ら流に不思議な感じでやりますけど、不思議な感じでグワーンといきますけど、やりたいと思います。お願いします。準備。